世界最古の電動懸水式モノレールである、ブッパータール空中鉄道モノレールとは、一本の機上により、振動を誘導されて走る軌道系交通機関。語源は、ギリシア語で、ただ一つのを意味する語に由来する、接頭時、モノマイナスと、英語で、軌道を意味するレールである。短期鉄道とも言われ、小座式と懸水式の二つに対別できる。ただし、厳密には、 一本のレールではないものも混ざっており、一般の二乗式鉄道とは異なるものの総称として機能している。日本の営業路線については、日本のモノレールを参照のこと。二乗の鉄製レールを持つ鉄道が最初に商用化されたのは1825年だった。それと、ほぼ同時期の1824年に、最初のモノレールであるパーマー式モノレールが登場している。 二乗式鉄道が一般化する中で、モノレールは、軌道系交通機関の多大な予算と労力を必要とする用地買収、線路の設置、及び保守点検の簡素化をメリットとして、軌道系交通機関の発展の中で生き延びてきた。21世紀初頭では、モノレールは、毎時9000から2万8000人程度の輸送力を持つ。 新交通システムやミニ地下鉄と同レベルの重量輸送システムとして位置づけられ都市での営業路線コース構築の柔軟性や低騒音という側面からも注目されている他の軌道系交通機関とは様々な利害特質があることから主流とはなっていないものの継続的に新規路線が建設されているモノレールと一般の二乗式鉄道との利害特質は以下の通り モノレールのゴムタイヤパーマー式モノレールの模式図。モノレールが開発されたのは19世紀初頭である。例えば、ヘンリー・ロビンソン・パーマーが1821年にイギリスで特許を取得しており、このあたりがごく初期のものであると考えられている。このモノレールは、高い位置に一本のレールを通し、そこに両フランジ式の車輪を引っ掛け、左右に荷台を振り分けて、ヤ矢印塀のように、 バランスを取るというものだった。パーマー式は荷物の量によって左右のバランスが変わるという欠点があった。その問題を解決するために様々な模索が行われた。一方でレールの真下に車体を持ってくることによって左右バランスの影響を少なくするというスタイルが考案された。初期のものである程度知られている実例は1886年に アメリカ合衆国ニュージャージン州に実験船が作られたエノス電気鉄道や1901年に開通したブッパータール空中鉄道に採用された断言式モノレールなどである。これらはレールの真下に車体を配置することで左右のバランスという問題を回避した。このレールの真下に車体を配置するという方法は懸垂式モノレールの定石となった。もう一方で 触れ止めとして下方に別のレールを設け、1点指示から3点指示にする方式が考案された。初期のものに、1876年にアメリカ合衆国フィラデルフィアで開催されたアメリカ合衆国建国百年博覧会で発表されたリロイストーン式物レールや、1882年に開発されたラルティーグ式物レールがある。3点指示下によって、 左右のバランスは厳密さを要求せず、車体を紙型に伸ばすことができるようになった。このレールにまたがり3点で車体を支持するという、様式は、マイグス式モノレールと逆 T 字方式モノレールを除く、小座式モノレールの基本型となった。1880年に開業した、ベズビアナ工作船の軌道は開業当初、モノレール方式であった。他に、一本のレールを、 ガイドウェイとして使う方式のものもあり、それらもモノレールと呼ばれている。ユーイング式モノレールとラルマンジャ式モノレールである。前車については、その後類例が出ていないが、後者はゴムタイヤ式トラムの TVR と似ているということもできる。他にレールは2本以上あるが、一般の二乗式鉄道とは明らかに異なることから、万全とモノレールに分類されているものも数多くあり。 古典的な方式の不死に記す。モノレールの基本的なコンセプトは20世紀初頭におおむね出尽くしている。20世紀中盤になってからはアルベーグ式、スカイウェイ、上野式などを契機としてゴムタイヤが導入されたことが一番大きな変化であると言える。その後は規格の統一化や細かい改善が続けられたりしながら現在に至っている。なお、 1>, 1世紀以上にわたって忘れられていたコンセプトを採用した逆 T 字方式を採用した新しいタイプの小座式モノレールが20世紀末以降に登場している。方式として懸垂式と小座式の大きく2つに分類できる。ただし過去に懸垂式にも小座式にも分類できないものも存在した。今後も例えばレールから横に車両を突き出して指示する。 方法など、この分類では区分できないものが登場してくる、可能性はある。電車線で使用される電力は、設置される電車線のスペースや輸送力の関係から直流の 1500V が標準となっている。懸垂式モノレール3種の模式図。左から、断言式、サフェージュ式、IBM 式。懸垂式とは、車両を釣るように上に、レールがある形態のモノレールである。 歴史的に小座式より古く商業的に成功したのも懸垂式の方が先である。吊り下げ式、ぶら下がり式とも呼ばれる。懸垂式は車輪と軌道が車体の上にあり、車体が屋根の上を支点に振り子のように揺れるため、往風に対して左右の揺れが大きくなるが、車両の重心が軌道面からかなり下に位置しており、最も安定した方式である。そのため、 カーブでは、遠心力による重心の移動に合わせて、自動的に車体が傾く自然振り子式となり、速度制限が厳しくないという利点もある。積雪にも強い。日本国内に現存する懸垂式モノレールは、東京都交通局と日本車両製造による、上野式、三菱重工業がフランスから導入した、サフェージュ式、神戸製鋼所と三菱重工業による、スカイレール、 の3方式がある乱ン,ン式試運転中の1900年に描かれたブッパータール空中鉄道の雑誌サシエランゲン式モノレールは民間のドイツ人技師カールオイゲンランゲンが開発した。彼は1880年代から懸垂式モノレールシステムについての研究開発を行っていた。1885年にアルベール・シャルリエが同様の発想による 空中自転車を開発したため、ランゲンは念のためにこの方式についてのパテントを取得した。1898年にブッパータールでの建設計画が着工に移され、ブッパータール空中鉄道が1901年に開通している。その後100年以上にわたってこの路線は実用的交通手段として運行され続けており、そのためランゲン式は世界で最初に実用化した。 モノレールシステムとされる。断言式では、レール、車輪ともに鉄製である。車輪は両側にフランジを持つもので、間の溝にレールがはまり込むことにより、指示、案内が行われる。車輪は二輪のボギー台車に取り付けられており、片側から下ろしたアームによって車体は、点火される。レールも、車体を支えるアームとは逆側から、片持ちで、指示されている。従って、 走行システムは左右非対称である。走行装置、車体はカーブなどでは左右に15度の範囲で振り子状に揺れることができる。上野式上野式の上野県水泉太平洋、戦争後の東京都内の交通渋滞を緩和するため、路面電車や路線バスに代わる近距離交通手段として、東京都交通局は日本車両と共同で独自に研究を開始し、 上野動物園内に園内輸送施設の東京都交通局上野県水薦として設置された。1957年12月17日開業、移行幾度かの施設更新を経て運行を続けていた。しかし、2001年度から運行していた車両の経年劣化が顕著となり、更新には多額の経費が必要なため2019年11月1日から運行休止。 前期の乱言式と類似した方式ではあるが、軌道がレールではなく軌道下駄となっており、走行輪が構成の車輪からゴムタイヤ方式になっている。乱言式とは逆に軌道下駄の上部のくぼみにゴムタイヤがはまり込んでいる。軌道下駄の両側面を案内用タイヤが台車から挟んで車両を案内する。上野県水線はその設置目的から極めて短い営業区間の ピストン輸送をしているため、線路に分岐器を持たず交換設備なども設置されていない。非対称型懸水式モノレールへのゴムタイヤの導入は前年にアメリカ合衆国ヒューストンに作られたスカイウェイが先弁をつけており、上の式が最初ではない。上の式は結果として当初の目的である都電や路線バスの置き換えとはならなかった。 サフェージュ式サフェージュ式の湘南モノレールサフェージュ式は、フランスのルシアン・シャーデンソンを中心とする、設計チームが1957年に開発した方式である。サフェージュ式という名称は、この方式を開発するため、フランス国内の25の企業が集まって結成された企業連合である、フランス語、ソシエテアノニムフランセーズ D。 エチュードデジェスチョニーディアントラプリーズの当時語である。軌道下駄を仮面中央部が開いた後半製の箱型とし、仮面中央部にある台車に車両上部からの懸垂リンクを連結して車両を懸垂している。軌道下駄の開口部両側に設けた対象形の走行下駄を台車に装備された走行輪のゴムタイヤ車輪で車両を指示、駆動し、 軌道下手の内部両側面に設けた H コーによる案内機場を台車に装備されている水平案内車輪が両側で走行することで車両を案内する方式である。車両上部の懸垂リンクによりカーブを通過する際には速度に見合う遠心力が車両に発生してそれにより自然に振り子のように傾くため速度を下げずに通過できる。台車には ゴムタイヤ車輪を駆動させるための主電動機が搭載されており、電車線は合体化線式を採用して、箱型の軌道下駄の上部に設置され、台車上部に取り付けられた終電装置により電力が供給される。また、乗り心地を良くするため、懸垂リンクの水平方向にダンパーを取り付けて、 強い横風やカーブを曲がる際での遠心力による車両の傾きの動きを穏やかにする台車に空気バネを装備して車両の上下振動を緩和する走行路にエポキシ樹脂などの舗装を行う場合がある。軌道下駄を支持する支柱は T 型構成で支柱間隔は30から40メートルとしている。この方法は走行装置や走行路が雨水、 積雪にさらされることがないため、天候に関わらず安定した運行が可能。台車からの騒音を軌道下駄に封じ込めることによる騒音の低下、メンテナンスが容易、走行系メカニズムが左右対称であることから逆方向へも走行可能で単線構成が可能などの大きなメリットがある。サフェージュ式は1960年から7年にわたって、 オルレアン近郊に実験船を作りテストを行った。この時期のものの動画は映画カシ歌百五5 1の冒頭部で見ることができる。日本ではサフェージュ式の技術導入に際し、三菱重工業が日本エアウェイ開発を設立し、東山公園モノレールで行われた実用試験をもとに湘南モノレールが開通した。 サフェージュ式の派生型としていくつかのものが存在する。シーメンスが提案する運行管理システムなどを含めたシパムシステムはドイツで2カ所 H バーン、スカイトレインで実用化されている。アメリカ合衆国ではダラスやシアトルにサフェージュ式をベースに高速化を目指して鉄レール、鉄輪に変更したエアロレールがフロリダ州単波で鉄レール、 鉄輪と箱桁内にボギー台車と台車をつなぐ床板構造を収めたスカイトレインがそれぞれ提案されているが現状では提案のみにとどまっている。日本の懸垂式モノレールは運転台のある車両のみの編成で構成されていることが多い。ただし、サフェージュ式の湘南モノレールは開業当初は中間車はなく2両編成だったものの現在では 懸水式モノレールとしては日本で唯一中間車が存在する。サフェージュ式の千葉都市モノレールは懸水式モノレールとしては世界最長の営業距離でギネス世界記録に認定されている。アイビーム式アイビーム式は I 型断面を持つ軌道下駄をレールとして使い、下側のフランジに車輪を乗せて車体をぶら下げる方式で車両の指示、案内は I 型断面を持つ 軌道下駄と車輪で行う。小規模なものは吊り下げ式の荷物輸送用設備や遊戯施設などに対応されている。厳密には乗り物ではないが、プラレールにおけるモノレールシリーズもこの方式と言える。実用的な乗り物としては、1964年から1965年にかけて開催されたニューヨーク万国博覧会の会場内輸送に使われた。 AMF タイプモノレールを上げることができる。他にタイタン車がリニアモーター駆動のシステムを提案しているが、こちらは実用化されていない。次節で述べるスカイレールも、車体の指示、案内方式はアイビーム式である。スカイレールは駆動方式などに類例を見ない特徴を持つ。スカイレールスカイレール緑坂線、スカイレールは、 神戸製鋼所、三菱重工業が休憩車地の頂上にある住宅街と谷川の鉄道駅を結ぶために開発した小規模交通システムで概念としては懸垂式モノレールシステムに含まれる。一見したところロープウェイに類似した乗り物だがロープではなく高架構造の軌道下駄にゴンドラがぶら下がっている。 そのため、ロープウェイと比べて、風に強いが、指示体の鋼げたを設置する必要があるため、ロープウェイよりかなりコストが高くなる。車体の指示、案内方法は、アイビーム式を採用している。駆動系に特徴があり、軌道下駄に沿ってロープを通し、それが一定の速度で回っており、駅間では、車両はそのロープを掴んで駆動され、駅では、 車両はロープから離れて、地上一時式のリニア誘導モーターで駆動される。そのため、基本的に線路は、伏線で、ループ構造となる。最小回転半径は30メートル、最大勾配は270パーミル、最大距離は3.2キロメートル、想定輸送力は2200人、時間。一般の軌道系交通機関とはかなり様相が異なる。 小規模短距離システムではあるが、概念としてはモノレールに含まれ、見方によっては、懸垂式、ケーブルカーとの解釈もできる個性的な運送機関である。2014年現在、広島市のスカイレール緑坂線が、唯一の導入事例である。小座式モノレールの模式図。左から、リロイストーン式、ラルティーグ式、ロッキード式、アルベーグ式、逆 T 字方式。 小座式とは、車両の下にレールがあり、レールに車両が乗っている形態のモノレールである。またがり式とも呼ばれる。小座式はその多くが、軌道下駄の上にある走行路を走行輪が接して、車両重量を支えて、車両を走行させ、軌道下駄の左右に接する、案内輪と安定輪で車両を案内するという方法をとる。この方法では、 車両の床下と軌道下手上部の間に車輪があり、さらにその下に案内車輪が存在するため、車両の高さが通常の鉄道車両よりはるかに大きくなるという欠点がある。他に軌道下手の下部左右に車両重量を支える車輪を設け、上部を左右方向に押さえて案内をするマイグス式や逆 T 字方式もある。この方式では車両の高さを抑えることができるが、 一般化はしていない。日本では、日立製作所によって、ドイツから導入された、コンクリート製の軌道上を、ゴムタイヤで走行する、アルベーグ式あるいは、これをもとに規格を統一した、日本小座式と呼ばれる方式が主流である。過去に、川崎重工業が導入した、コンクリート軌道上に設置された鉄製レール上を、鉄車輪で走行する、ロッキード式や、東芝が、 アルベグ式を参考に独自に開発した東芝式もあった。電車線は軌道下駄の両側面に2つ設置しており、車両側の終電装置で電力が供給される。日本国内では東京モノレール、大阪モノレール、沖縄都市モノレールなどで採用されている。アルベーグ式アルベーグ式は1950年にジョン・エイ・ヘスティングが ロサンゼルスに導入する予定の新しい交通機関の調査を始めたところから始まる。もともと線路にまたがる方式のモノレールの特許はドイツ人技術者レシャーが持っていたが第二次世界大戦で消息不明になったためアクセル・レンナルト・ベナーグレンが事業を始めた。そのため頭文字を取ってアルウェグと呼ばれるようになった。事業体は1951年に交通機関。 研究所が設立、さらに1953年にアルェーグ開発に名前を変えた。2008年まで営業した名鉄犬山モノレール、特徴は空気タイヤをはめた車輪で走行することにある。そのため、車体の重量をゴムタイヤで支えねばならず、タイヤが大きくなり、車内にタイヤ部分の出っ張りの部分ができてしまうという欠点がある。軌道下駄の上辺の走行路は、 エポキシ樹脂混合物を上塗りとしているものと、後半床を敷いているものがある。軌道下駄は、太い中空 I 字型の PS コンクリート製としているが、交差点などの長い景観を必要とする場所では、構成下駄としており、支持する支柱の支柱間隔は15から22メートルとしている。この方式は、名鉄犬山モノレールで採用された後、読売ランドや、 東京モノレールで採用されている。これら日本国内で用いられた方式は、日立製作所が携わったことから、日立アルベーグ式とも呼ばれる。東芝式、アルベーグ式を参考にして、東京芝浦電機が開発、連設台車や自動ステアリングを採用したことが特徴。本方式はかつて、松尾国産の肝入りで、奈良ドリームランドモノレールとして採用後、 横浜ドリームランドへのアクセスとして1966年5月開業のドリーム交通モノレールオ船ブネ線で採用された。しかし校舎は経路に急勾配が多く、連結器や台車などの駆動系部品を中心に設計変更が生じ、車両重量の設計地超過のため故障が頻発すると、ともに橋脚のコンクリートに亀裂が発生する事態となり、 陸運局からの勧告を受けて1967年9月に休止となった。結果、ドリーム交通と設計した東芝との間で長期に及ぶ訴訟となり、その間に設備劣化が進行したこともあり、訴訟集結後も運行再開されないまま車両などの解体撤去が行われた。このことから、奈良ドリームランドでは、車両更新の際は、日本輸送機にて新車両が製作された。 日本小座式1967年度に運輸省が交通渋滞が悪化した環境でより優れた輸送手段としてモノレールを対象とする都市交通に適したモノレールの開発研究を日本モノレール協会に委託した研究結果として懸垂式と一緒にまとめられたものが日本小座式である日本小座式はアルベーグ式をベースに軌道下駄を太くし台車を 東京モノレール500系電車で採用された2、軸ボギーの空気バネ台車とし、ゴムタイヤを使用する。アルベーグ式よりも床面高さを高くすることで、室内の床を平面にした。しかし、重心が高くなるために、曲線の通過速度が遅くなる、プラットホームと線路床面の落差が2メートル以上となり、転落の際の安全性に問題があり、 ホームに転落防止策設置が必須となる、車両断面が大きくなるためトンネルを設けるコストが大きくなるなどの欠点が生じた。この方式は日本万国博覧会で会場内の交通機関として採用された。以後に小座式を採用して開業した路線はすべてこの方式である。日本国外にも輸出されており、中華人民共和国の重機軌道交通2号線、3号線、 大韓民国の手具都市鉄道公社3号線は日本古座式が採用されている。日本国内のモノレールは多くの路線が急廃止しているが、本方式を採用した路線は2020年時点でも大阪万博でのモノレールを除いた全路線が運行を継続している。ロッキード式、ロッキード式を採用した小田急、向ヶ丘遊園モノレール線。軌道上に 鉄のレールが見えるロッキード式を採用した姫路市営モノレールの保存車両。ロッキード式はアメリカ合衆国の航空機メーカーであるロッキード社が開発した方式である。コンクリート製の軌道の上に鉄のレールを敷き、その上を鉄の車輪を使って走行する。鉄製の車輪のため、小型の車輪でも車両の重量を負担することができ、室内の床は平面で済む。 コンクリート駄の左右下部にも鉄レールが設けられており、そのレールを左右から押さえて、車体を安定させる。日本ではロッキード社から技術を導入するため、川崎航空機工業、川崎車両、日本電機、西松建設などが出資した日本ロッキードモノレールが設立された。当初は時速時速 160km での高速営業運転が可能である乗り心地が良い。 といった点をアピールポイントとしていた。姫路鳥取間を高速ロッキード式モノレールで繋ぐという計画もあった。しかし、鉄路であるため騒音が激しく、メンテナンス自体も鉄道並みに煩雑で、経年変化により揺れも激しくなるなど、デメリットが目立ち、日本以外での導入事例はなく、ロッキード社自体もこのモノレール事業からは早々に撤退した。この方式は、 姫路市交通局の姫路市営モノレールと小田急電鉄の向こうが丘遊園モノレール線の2路線で採用された。いずれもすでに廃止されており、現存路線は存在しない。逆 T 字方式逆 T 字方式は中央案内機常識の新交通システムと類似した構造を持つ。実用的な交通システムとしては、スペインで開発されたユーロトレント、 アメリカ合衆国で開発されたアーバノートがある。逆 T 字方式はアルベーグ式と異なり、レール上つらにタイヤが乗らないために高さを抑えることができるというメリットがある。日本の法律上はモノレールに分類されないが、案内機場式鉄道の一部に、一本の案内用機場を中央に有し重量は別に、設けられた走路が負担する逆 T 字方式モノレールに、 近い形態のボナ方式を採用した東華大新交通東華大線と山間有ーカリガオがある。札幌市営地下鉄も類似する札幌方式が用いられている。人が乗った竹の子半室用モノレール産業用の簡易輸送施設としてモノレールを使うという発想は古くからあり、起源は不明である。モノレールの講師とされるパーマー式モノレールも 産業用モノレールとして始まっており、その後も多くの同様の趣旨で作られた路線があった。ここでは、もっぱら産業用として限定的に開発されたモノレールの経譜についてまとめる。遅くとも1949年に、交通機関としてではなく不正地での工事用、工場内での物資輸送などを主な目的とする産業用モノレールが開発され、商品として販売された。 同年にイギリスのレールマシンズリミテッドから発売されていたという記録がある。この産業用モノレールは特許取得の記録が残されており、それなりに商業的にも成功を収めたようである。日本では1966年に当初は主にみかんをはじめとする果樹栽培の休憩者地での労働軽減を目的とした農業用モノレールが ニッカリと米山工業株式会社によって開発、販売された。これらは摩擦ではなく、ラックピニオンで車両を駆動するようになっている。速度が遅いという欠点はあったものの、勾配に強く、最大45度まで許容できた。この農業用モノレールは、基本的に物資輸送用であり、人間が乗ることは想定されていなかった。しかし、 その物資輸送用モノレールに無理やり乗車するものが後を絶たず、しばしば死傷事故を引き起こした。そのため、乗車することを止められないのならば、安全に乗車できるシステムをという方向で、農林水産省、厚生労働省、経済産業省なども参加して、安全基準などを定める方向に至った。その後、人員輸送用にも使えるものや、 休憩者地の工事現場で作業用道路が不要となることが注目されて、コンクリートなどの資材や小型重機などの運搬ができるものなど、高性能で安全なものが開発されるようになり、多くの会社で製品化されている。物資運搬用以外にも、長崎市の斜面移送システムのような自動車道路の建設が困難な地域での生活の足や、老齢者の福祉介護用、 山岳地帯の送電等などの保守用、休憩車を登らなければならない展望観光地の観客輸送、バリアフリー施設用などにも用途が広がっている。日本国外でも農業用、パイプラインの付設など産業用モノレールとして、使用実績もある。これらの中には、重量物輸送用の高性能タイプなど式場の、他にバランスを取るための副機場を持つシステムもあり、厳密には、 モノレールとは呼べないものも含まれている。しかし副機場を持つものを含めて、概ね、産業用モノレールとしてまとめられている。産業用モノレールの主な銘柄としては以下のものがある。遊園地のアトラクションや、博覧会場内の移動用としての簡易なモノレールも、様々な会社で製造されている。つくばで行われた、国際科学技術博覧会の会場内、 交通機関として使われたビスタライナーを製造した泉明工業は同システムを発展させたニュービスタライナーをローコストで軽量級の交通機関として提案している。同様にスイスを拠点とする遊戯施設メーカーインタミンも実用モノレールをラインナップしており、モスクワや中国新鮮での採用実績がある。イギリスに本拠を置く遊戯施設メーカーセバーンラムも SL シリーズという実用モノレールを製造しており、アミューズメントパークの交通機関だが、イタリアのサボイで採用実績がある。モノレールあるいはモノレールに類似した交通システムには、考案されたが実現しなかったもの、ごくわずかな実例しか存在しなかったもの、一時期はある程度普及したがその後廃れたもの、などがたくさん存在する。一部を歴史順に記す。パーマー式。 フリードリッヒハーコートによるパーマー式モノレールの図解高い位置にレールを通し、そこから車両をぶら下げる懸垂式モノレール。荷台、客室は左右に振り分けられ、バランスをとっていた。ヘンリー・ロビンソン・パーマーが開発したもので、1821年11月22日にイギリスで特許が登録されている。1824年にロンドンのデップト・フォード造船所に、 荷物輸送用のものが作られ、翌1825年にハートフォードシャーに旅客輸送用モノレールが開設された。後に断言式を採用したブッパータール空中鉄道を建設することになるブッパータールでもパーマー式モノレールの導入が検討されたが、実現はしなかった。当初の動力は馬、人、ラクダなどだったが、 詳細不明ながら遅くとも1878年頃までに蒸気動力が導入されていたことが分かっている。本方式が一般的に世界最初のモノレールとされている。ユーイング式、ユーイング式一本のレールに車体が乗り、車体の片側に取り付けられた幅広の車輪で指示して、転倒しないようにして走行する方式。世紀後半にイギリス人発明家のチャールズ・ユーイングにより、 考案されたものと考えられている。ユーイング式は線路に全重量の95%程度がかかるように設計されており、走行抵抗は通常の鉄道と大差ない程度に抑えられている。レールを1本しか必要としないため敷設コストが節約できるほか、線路が占有する福井が狭いために道路と同居しやすいという利点があった。案内は1本の機場が行うが、 全重量をその機場が負担するわけではなく、厳密には案内機場式鉄道に分類される。本方式は、イギリス人のウィリアム・サロルドが具体化し、インドのパティアーラ中立鉄道に導入された。PSMT は1910年に開通した路線で、バリキ鉄道として開通した後にオーレンシュタイン軍とコッペル車製造の蒸気機関車が導入され、 全盛期は2路線で 80km の工程であった。PSMT は道路の改良と自動車の出現によって1927年に廃止され、長らく存在が忘れられていたが、1962年に再発見された。後年に車両は保管されて、インドのニューデリー鉄道博物館で胴体保存されている。リロイストを運 リロイストーンの先手にあるモノレール1876年に行われたアメリカ合衆国建国100年記念博覧会の会場に先手にあるモノレールとして設置されたものであり、国初期、あるいは最初の小座式モノレール、リロイストーン将軍により考案された。A 字型の橋脚の上に1条、下に左右に2条のレールを持ち、上の車輪で車重を支え下の車輪でバランスを取る。 方式である。三点で車体を支える方法は、小座式モノレールの一つの様式となり、その後のラルティグ式、アルベーグ式、ロッキード式などにも踏襲されている。本方式は、すべての車輪は両フランジで、動力は蒸気である。その後の小座式と類似のレイアウトであり、すでに全高が高くなる欠点が、顕在化していた。 下側車輪の左右に垂れ下がった車体の部分を、機関車では、水槽やタンクとして使い、客車ではそこにも、客席を設けて、ダブルネッカー構造として、スペースを有効に活用すべく努力した形跡が、認められる。ラルマンジャ式ラルマンジャ式中央の一本のレールを、誘導用として使用し、両側に取り付けられたフランジのない幅広の車輪で、駆動、指示して走行する方式。 両側の車輪は木製の板の上を走行する。フランスのジャン・ラルマンジャにより考案された。案内は一本の機場が行うが、全重量をその機場が負担するわけではないため、厳密には案内機場式鉄道に分類される。類似した発想に基づくユーイング式では一乗の鉄機道が大半の重量を負担したが、ラルマンジャ式はそうはなっていない。鉄機場は、 全車両の案内と機関車など重量車両の重量の大半の負担を受け持っていたが、客車などの軽量車両はその重量の大半を、側車輪が負担するようになっていた。客車は馬車などに中央の鉄機場による案内を付け加えたような構造となっていた。1868年8月に、フランスでイベント用交通機関として実用化され15、 か月間使用されたという記録が残っているが、詳細は解明されていない。その後、1870年代に、リスボンの市街鉄道で使用された。両側の走行用の板が早く傷んでしまい、乗り心地も悪かったため普及に至らなかった。マイグス式マイグス式上下に一本ずつ、計二本全四面を持つレールを設置し、下部のレールを外側に傾いて設置された車輪で、 両側から挟み込んで車地を支え、上部のレールを水平に設置された車輪で両側から挟み込んでバランスを取る方式の小座式モノレール。アメリカの上部イマイグスにより考案されたもので、1886年にマサチューセッツ州のケンブリッジで試験的に使用された。これは都市での高架鉄道の試行の一つであり、ルート28の上に付設された。一般に、 小座式モノレールの場合、軌道下駄の上面で車両重量を支えるが、マイグス式では軌道下駄の下部で支えている。そのため軌道下駄から床面までの距離を詰められるという特徴があった。この考え方は、後の逆 T 字方式と呼ばれる方式のモノレールにも共通するものである。ラルテーグ式ラルテーグ式 A 字型の支柱の上と支柱の下の左右に、 合計3畳のレールが設けられており、上のレールで車両重量を支え下のレールで車体を安定させるという方式。アルジェリアなどでパーマー式懸垂式モノレールの建設に携わっていたシャルル・ラルティングが開発したもので、これは小座式モノレールとしてはポピュラーな様式であり、アメリカ合衆国建国100年博覧会で披露されたリロイストーン式モノレールなどの洗礼がある。 1888年3月1日にリストウェール、パリブニオン鉄道の 14.4km の路線が開通した。動力は蒸気で3軸式の機関車が用意された。この路線は1924年にアイルランド内線によって破壊されたことから廃線となった。2002年は短い区間ではあるが、観光目的で復元され、レプリカの車両で運転されている。 機関車は蒸気機関車風の外装になっているがディーゼル機関車である。他に営業に使われた路線としてはフランスのフュールパニシエル鉄道がある。開通は1893年で延長は16.9キロだった。この路線は1902年に廃止された蒸気機関車が一両保存されている。最後のラルティーグ式モノレールは1924年に アメリカ合衆国カリフォルニア州のマグネシウム鉱山、クリスタルヒルトとローナの鉄道駅との間を結んだものだったと考えられている。こちらでは内燃機関を積んだ機関車が使われた。これは20世紀後半になって開発された産業用モノレールに告示していた。ラルティー具式の欠点は踏切が作れないことで、 踏切を設けざるを得ない場所では必要に応じて、線路を取り外すという方法が採用されていた。分岐器は最後まで開発されず、やや湾曲したレールを持つターンテーブルによって、代替されていた。ボイントン式、ボイントン式アメリカのイーベンムーディー・ボイントンにより、考案された方式で、上下に1本ずつ、計2本のレールを設置し、下部のレールに車重がかかり、 上部のレールで車体を支持する方式である。小座式にも、懸垂式にも分類できない。レールを日本有し厳密にはモノレールではないが、一般的に、黎明期のモノレールの一種と理解されている。1890年に、ホニーアイランド付近の廃止された線路を流用した路線でボイントン自転車鉄道がこの方式のデモンストレーションを行った。 1910年から1914年にかけて、ニューヨーク市ブロンクスのペラム公園シティアイランド鉄道で採用されたが、脱線事故を起こしたことから短命に終わった。右写真は、この時期の電車。後に、イギリスのエルフリック・カーニーが改良系を考案し、ロンドンの地下鉄用に提案した。ジャイロスコープ式ブレナン式オーストリアのルイス・ブレナン。 ドイツのアウグスト・シェールル、ロシアのピョートル・シロフスキーによって、それぞれ1900年頃考案された。一本の通常のレールの上を無指示で走行する。レールを一本に減らせば摩擦力が半減し、その分速度を倍増でき、高速走行時の打行動もなくなるという理論の下で、考案された方式である。大型のジャイロスコープが、車体に搭載され、車体の傾きに応じて、 ジャイロスコープの軸が傾き、ジャイロ効果による復元力でバランスを取る仕組みになっている。シロフスキー式は1921年にソ連のレニングラードからチャールス・コエセローまでの建設が、ブレナン式はインドの北西部での建設がそれぞれ検討されたが、資金難により実現しなかった。ジャイロその他の装置に多くの費用がかかることが欠点である。 鉄道車両の走行抵抗は転がり抵抗と空気抵抗からなり、後者は速度の事情に比例する。そのため、レールを一本に減らしたところで速度を倍増するほどの効果はない。反動トルクを打ち消すために複数のジャイロを使用する場合、ジャイロごとの大きさや回転数が異なれば、それによってモーメントが発生し、姿勢制御にも影響する。逆に、 ジャイロの回転数を積極的に加減することで、曲線通過時に車体を内傾させるなど、能動的に姿勢を変える方法もある。ラウル式乱言式と同じような発想の、非対称型懸垂式構造のモノレールだが、推進装置を台車に組み込まず、プロペーラで推進するというもの。フランスで1919 19年頃試験線が建設されたが、詳細な記録は残されていない。 1930年にジョージ・ベニーが改良型の試験船をグラスゴー近郊のミルンギャビーに建設した。こちらの方はレールプレーンと呼ばれ、最高時速120マイルを目指して計画された。レールプレーンは安定性を確保するために下部にもう一本触れ止めのレールを追加しており、厳密にはモノレールではない。当時、日本にも機動飛行機として紹介された。 第二次世界大戦の金属教室のため、試験船は1941年に撤去された。後に、フランスでプロペラを推進装置として使用したアエロトランが開発され、実験された。こちらは、懸垂式ではなく、走路の上に車体が乗る案内機常式鉄道に類似していた。アエロトランも実用化はされなかった。スカイウェイ・スカイウェイラン原式と類似した。 発想の非対称型懸水式構造のモノレールだが、ゴムタイヤを使っている。1956年にアメリカ合衆国のヒューストンに試験船が作られ、8ヶ月のテストの後に解体され、ダラスに移転しばらく使われた。動力は310馬力の来年期間を2台搭載しており、案内はレールうわつらに設けられた板状のガイドレールによって行われた。運転士は、 レール下のキャビンではなく、レール上の台車に登場して運転した。想定での最高速度は時速160キロメートルであり、都市近郊や都市間の高速交通機関として使うことを想定して作られたが、実用化されることはなかった。ロープモノレールロープモノレールは、非常に金属レールではなく、ワイヤー上の工作を用いた、日本の東京作動が開発したものである。 形状からロープウェイとどちらに分類されるかは議論が残るが動力を車両に持つという点でモノレールに分類される動力は電気ではなく唯一の実例である古代山ロープモノレールはディーゼルエンジンであるように来年期間を採用して車両となるゴンドラに装備し工作軌道にかかるローラーを駆動することで走行するこのためゴンドラは一般的な工作ロープウェイと異なり 機動車に分類される。スカイレールとは逆で機上はロープであるが動力は各車に搭載しているため、通常のロープウェイと異なり、状況に応じて各ゴンドラの走行速度を調整することができる。安全な運行には、信号設備が不可欠であるが、他種のモノレールより不設コストが安く、電化も不要である。百六十九年に高知市の五大山に観光用として五大山。 ロープモノレールが付設されたが、当時の定期観光バスのルートから外れていたため、集客に苦慮し、1978年に廃止となった。東京作動は5台山ロープモノレールの開発と建設に約50件の特許を取得したと言われるが、以降、この種の鉄道、軌道線は海外も含め建設されていない。ありがとうございます。